ではせめて交代させるべきです。今すぐに。いいですか、チン。確かに敵の数は予想以上ですが、我が軍は未だ劣勢ではありません。その上、別区域への上陸の可能性がまだ残っている以上、兵力の移動ができないことはあなたも十分ご承知でしょう。ですが、お忘れですか、チュウ。あなたの祖国とは違い、幸いなことにこの戦役では前線において爆撃機や攻撃機などの航空兵力が十分機能するのです。失礼ながら、その稼働率は極めて低いと伺っていますが。はい。ですがご心配なく、稼働率の高い機体をよりすぐった精鋭部隊を後方の基地に待機させていますので最終的な安全は我が軍によって担保されています。私たちは自らに課せられた使命、各々の試験任務に集中しましょう。意識座標の誤差を認めず、ブラーフカレベル4で安定。遅れを取るな、バーフェン招待。了解。ほら、さっさと逃げろ。うろたえるな。ヤーコフの意志は常に我らと共にある。下等生物どもにジャールの鉄槌を下せ。よし。無茶言うな。地上部隊を巻き込んじまうだろうが。レールガンは使えないか。おとなしくしてな、クソが。あんたさえいなけりゃ前線の戦力はもっと分厚くできたんだ。あんたたちが来たせいで、アルゴス4よりアルゴス1、このままじゃ撤退中の機甲部隊が。コマンドポスト了解。アルゴス1は現座標を維持、攻撃許可を待て。了解。現在ソ連軍司令部に打診中、そのまま待機せよ。なんだ、邪魔をするなと言ったはずだ。そんなことは分かっている。だが交代命令は出ていない。以上だ。
航空支援も撤退命令もない以上、ここが機甲部隊全滅の瀬戸際。だがなぜだ？なぜ司令部は何も言ってこない？これほどあからさまに命令に対する信頼を揺るがす行為を。そういうことか。司令部の豚どもめ、あの新型砲の使者を妨害するためだけに飛行部隊を捨て駒にする気か。そうはさせるか。ジャール1より大隊各機、これより防衛線を二分する。各中隊ごとに指示座標へ交代。中佐、飛行部隊の撤退はまだ終わってません。わかっている。だが安心しろ。この最悪の状況をあの坊やが何とかしてくれるそうだ。時間がないぞ、交代急げ。コマンドポストよりアルゴスワン、ジャール大隊は交代命令を受諾、砲撃を許可する。確か砲撃戦はアメリカ軍のお家芸だったよな。頼んだわよ、ユウヤ。ぶちかませ、ユウヤ！これは。すげえ。なんなんだありゃ。中佐、一体何が起きたんですか？あの坊や、全く動きに迷いがなかった。こんな大それたことをする度胸があったとは。たまには面白い奴も出てくるものだな。ジャール1より各機、休憩はおしまいだ。残飯を平らげろ。友軍の損耗は緊張です。前線の各部隊はすでに暫定掃討戦に移行しつつあり。第27航空中隊より転進許可を求める通信が入っています。ブラボー、ブラボー。よかった。素晴らしい。想像以上です。おめでとう。帰国の技術者は驚嘆すべき仕事を成し遂げましたな。はあ、恐縮です。高村中尉、正体の状況確認と行動の指示を頼む。しかし私はあくまで XFJ 計画の開発責任者で、戦闘状況においての指揮権は。すまないが頼まれてくれ。私は正体各機の戦術データを検証しなければならない。だとすれば適任者は君だ。鈍感というのは日本人特有の資質なのか？コマンドポストよりアルゴスワン。いや、緊急事態だ。いや、その、アルゴスワン、現状報告せよ。そうか。とにかく、よくやったぞ、アルゴスワン。初陣にしては上出来だ。
除去終了。アルゴス試験小隊は速やかに帰投せよ。